ラミニンアルファ一は細胞外マトリックスにある細胞接着分子のタンパク質、ラミニンのサブユニットの一つである。ラミニンはアルファ差、ベータ差、ガンマ差をそれぞれ一本ずつ持つヘテロ三両体である。アルファ一はアルファ一、アルファ二、アルファ三、アルファ四、アルファ五の五種類があるアルファ差の一つ。ラミニンアルファ一の一遺伝子はラマ一。 1979年、米国 NIH の国立歯科、頭蓋顔面研究所のジョージ・マーチンらが、ドイツのマックス・プランク製科学研究所のティンプルと共同でマウスの S 肉子から新しいタンパク質を生成し、基定膜の一つの層、ベーサルラミナのラミナにちなみ、ラミニンと命名した。ラミニンは、アルファーサベータさ、ガンマさをそれぞれ一本ずつ持つ。 ヘテロ酸両体で、ラミニン α1 は5種類ある α 差の一つである。ラミニンが細胞外マトリックスタンパク質のフィビューリン -2 に結合するとき、α1 のアミノ酸番号654から665が結合部位である。ラミニン α1 はラミニン -111 を構成し、規定膜の形成、神経軸作の成長に必須のタンパク質である。 特定の遺伝子を欠損させたマウスで、受精卵の時期からラミニン α1 遺伝子を欠損させると、肺発生の初期に死亡してしまう。生体になってから臓器あるいは、時期特異的に遺伝子を欠損させる、調節ノックアウトマウスで、ラミニン α1 を欠損させると、マウス小脳の形成、発達、機能が異常で、行動が異常になる。ありがとうございます。